この1ヶ月ですね、本業仕事で2回花とぼで1回、遠出が続いてたんですけど、だからなかなかタニパトができてなかったんやけど、悲惨なもんです。恐ろしい。うわひどい。去年もひどかったけど、今年は去年を上回るかな。ひでえな。ちょっとこう連休が続くけど、まあ途中イベントとかもあるしね、あんまり枯れるとなんか、じゃあこれをやり替えようかなとか、なかなか気力が湧かないもんですね。まだまだ暑いし、やばいね。でイベント今からまたさらに増えるからですね、やばいねこれは。あら、結構ねこれ持ってたんやけどな、踏ん張ってたんですけどね、ちょっとこう厳しいですね。ここいらもなかなかやられちゃうな。なんかタッチミーの石化モダンジェオンとかね、うわーペリドットとかも、なんかこれ何にやられちゃうのかな。まあロッティも良くない。リリー・ウォンは枯れちゃう。うわ。まあ少しね、予想はしてたんだけど。うわ、これとか枯れ葉がひどい。なんだこれは。ミシェリン。良くないね。ここは風通しがいいからですかね。これはずっと調子がいい。この上の方。まあ下の方こう雑というか、あれなんですけどね。風通しがいいからかな。ここら辺のやつっていうのは、そう、調子をね、こう崩してないですね。ここはどうだ？あ、やっぱだいぶ枯れちゃう。雑草は生えてるし。あれですね。ちょっと。気温がちょっと落ち着くまではね、ちょっとまだ置いときましょうかね。まだまだ作業するには暑いからですね。まあ半分言い訳ですけど、そんな感じ。花壇はボロボロだし、ちょっと水不足やなね。こういったの水不足、シワシワね。あ、こんなもすごいね、シワが。水が足りてない。夜にあげようと思います。日中ちょっとね、まだ暑いんで。で、あとね、乙女心がかなりやられたよな、今年ね。ひどい。こっちはさらにまたひどい。恥さらし動画。枯らしてばっかり。自分が枯らすとなんか安心するとか言われるけど、下手くそですね、育成がね。本当にやっぱり管理をしないとダメですね、本当ね。だからうわ、雑草も入っちゃう。雑草がひどい。やっぱりしっかり、うわ、しっかり管理をしないと、やっぱりしっかり管理できてるのはね、ここまでない、やっぱ手が回らない、そういったところがありますね。本当ね、だからちょっと育成のあり方っていうかね、そういったのもちょっと考えといけんかなというふうに思います。本当厳しい。ね、まあ、それでもこたれないで頑張っていく。そういう気持ちがね、大事かなというふうに思います。大体こう、秋麗畑、秋麗とか本当はね、相当強いんですけどね。だけど、やっぱり、ね、こんな状態。本当は、どんな天気であっても、どんな気候であっても、ここね、
週で一面、枯れることなくっていう、感じがいつも普通でしたけどね、だけどやっぱねこんなもんここら辺とかもあったんやけど完全にね枯れてしまってますね。とね、これともかろうじて生き残ってるけど見てください、ひどいもんね。だからちょっと本当にもう少しあのなんて言いますかね、こう気温が落ち着くまではちょっともうこのまま行ってですね、ある程度自分もこうね作業しやすい時期、そういったのを待って、やろうかなというふうに思います。ワームザ、こっちを見るのも怖いけどね、こっちを見るのも怖いけど、やっぱやられちゃうな、なんかバトルエンジェル、わあこれ本さんとかルノワールチュの終わり、あートゥーハート大事だったんやけどね、やられたね。これも良くないね、ブラックローズエレガンス、うわーリンズヤナカントリスがやられた、あー痛々しいね、ほんとね参ってしまうな、ほんともね、ここら辺も、まあ、ここは結構いいかな、あーけどこれあれな、風の花とかちょっとシワシワ、すぐ水を与えないとね、強いマカベアナニシキもちょっとね、弱ってる、そんな感じやな。かあ、これもケイクラフトさんのもちょっと厳しいかな、これね。ドラゴンレッドダイヤモンド、これも良くない。あららららあらら、あうわこれもシワシワ、早く水あげねえとね。夜間は、随分こう涼しいんで、やっぱそういう時にこう水も結構ね吸えるようになってきてるので、やっぱある程度こう与えていかないと水不足、それでさらにね、被害が広がる、そんな感じだと思います。分かりますけど、あらーこれの常さんの悩みやられちゃうなね。厳しいなあ。あら、これとか気に入っちゃった。真っ赤になるパクサン内のアルゼンチンハイブリッド、中心がね、こんな焦げてます。水かなんかあったんかな。ねえ、ちょっとわからんけど。してアメストローって水やっぱよくするんですかね。すぐこんなシワシワになるよな。本当なんかアメストローって特別水好きかなっていう、ね、気がします。まあこっちもあるけどね、アメストローよく水やってるんやけど、すぐねこうシワシワになるで、水当たると復活しますけどね。アメストローってほんと水好きやなっちゅうね、そんな気がします。まあね、なんとかこんな感じで結構やられた、多分昨年よりひどい、昨年よりひどいけど、まあなんとかかんとかね、半分枯れたとかそういうわけじゃありませんのでね、だけどこんなに枯れるとちょっときついですね。まだ朝の7時、7時で27度あるけんね、だいたい春秋方は10度から25度やから、朝でもまだ暑い、そんな感じなので、もう少ししてね、本格的にいろいろやろうかなというふうにね、こう思ってますけど、まあなかなか、枯らした人も多いやろうけど、まあね、今からがいい時期なので、へこたれずに頑張ってくださいという動画を行いであげましたけどね、はい、本当それはねその通りじゃないかなというふうにこう思いますんでですね、はい、もう少し、あと少し、はい、
もう少し踏ん張ってですね、秋を、秋まで、秋から楽しんでいきたいなというふうにね。で、皆さんも、楽しんでいけますよう、はい、お互い頑張っていきましょう。ということで、今日は、しばらくね、家開けてたんで、久しぶりのタニパト動画、枯れた苗紹介みたいになって、ちょっとね、恥ずかしいんですけど、そういった内容でした。はい、ということで、今回のですね、動画を終えたいと思います。動画をですね、いいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価などをしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。